こちらこそ、リーン・シュバルツァーです。はじめまして、エマー・ミルスティンです。ガイウス・ウォーゼル、よろしくお願いする。ユーシス・アルバレア、見知り置きを願おうか。まあ、せいぜい負傷の娘と仲良くしてやってちょうだい。仕事があるのでこれで失礼させてもらうわ。シャロン。かしこまりました。は？いい加減にして！いつもいつもそうやって仕事ばかりを最優先して、勝手に家から飛び出した娘に何か一言くらいはないわけ？お嬢様、あなた自身の人生、好きに生きればいいでしょ。ラインフォルトを継ぐことを強制する気もないわ。あの人のように勝手気ままに生きるのも悪くはないでしょ。それにあなたの学院生活も最低限のことは把握してるわ。学院からの月ごとの報告でね。シャロンが母様に報告するのは当然覚悟はしてたけど、その学院からの報告って？ああ、言ってなかったかしら。トールズ士官学院、あなたたちの学院の常任理事を務めさせてもらっているから。あ、それってルーファスさん、ユーシスのお兄さんと同じか。そうらしいな。ラインフォルトの会長、理事としては申し分ない人材だが。アークスと魔道場についてもそれなりに関わっていてね。7組の運用レポートについては毎回興味深く拝見してるわ。今回の特別実習についても、ま、期待させてもらいましょう。それではお嬢様、お帰りをお待ちしております。皆様もどうかお気をつけていってらっしゃいませ。アリサさん、大丈夫か？Thank you.
ごいな。とんでもない。へえ、まるで風になったみたい。そうですね。ちょっと怖いですけど。まあ、じきになれる。しかし、馬術部の連中に羨ましがられそうな体験だな。確かに。俺の故郷は北東に向かった先にある。日没までに何とかたどり着くとしよう。ああ、行きま。はいや。どうぞ。はいや。アリサさん、子供みたい。ハイヤー。ちょっとハイになってるみたい。日が落ちてきたな。集落までもう少しだ。このまま飛ばすとしよう。